はいどうも、スペースサクです。今回はコラボ企画といたしまして、大阪サバイバルさんの、招待という形で、三重に、大阪サバイバルさん、そしてお宝番長さん、そして私、スペースサク、この3人で、三重の方にブラッシュ旅行としてお泊まりで行ってきました。で、まず1店舗目はこちら、赤ちゃん子供デパート富士屋さんです。ちょっと映像の流れと違うねなかなかすごいものがあるよっていうので、お聞きしてたので、早速ですか、 VTR スタート。出してるものもありますので、だから何年もここにずっと並んでたんじゃなく、はいはいはい、あ、こんなんあったんやっていう、こっちもあれですよ、ね、そういう感じ、焼けてなくてあれですよね、倉庫にしまってあったとしたら、はい、うん、これ、ここ、これなんかほらここら辺ね、はい、こっちはやっぱりピンクは焼けやすいですもんね、このブルーとかね、はい、こういう色もダメですよね、はい、うん、だから そんなんです。でもファミコンポケットってことですよね。今からね、あれダメよ、これダメよって言ったって、ちょっとだいぶ出しましたけどね。もうファミコンはだいぶなくなったんですか。もうあの種類としたらね。PC エンジンとかも結構あるんですか。あそこに並んでたような感じ違うかな。あとあんまり見に行ってないから、見に行ってないっていうか、あの、なんていうのかな、その倉庫でも、はい、かさばるものは結局先出るんですよ。はいはいはい、でもこういうソフト、はい、あの PC エンジンとかいう、はいはいはい、CD のソフト、はいはい、薄いでしょ、はい、だからあらっていう、あのパンフレットとかね、まあ、新兵から当たり前やけど、こんな綺麗なドラクエ1見たの初めてかなかちょっとあれじゃないですか、これは見てきた通りですもう出会えないですよ、これはすごいね。だからそのね、購入の時、はい、気になるようでしたらなんか見て帰ってくださいね、はい、皆さん遠いとこお越しから、はい、ちょっと中は後で見させていただきます、はい、あのご入り用のものありましたからね、はいはい、これ、もう鳥肌もんなんですけどね。あ、そうなんですか。あの、もともとの相場の価格は僕知らないですよ。いや、それもうちも知らないんですけど、あの、あれ、最近なんですよ。今年じゃないな。去年のいつやったかな。ずっと並んでたんじゃないんですよ。あ、そうなの。このあられちゃん。あ、だから、あの、日焼けしてないですね。割と綺麗でしょ、はい、結構状態いいですね。箱は。うん、どうぞ、出してください。中古じゃなくて新品ですよね。新品ですって。これ、これですか。新品ですよ。同じような、こんなあの赤ちゃんのもの売って、セット売ってるようなお店、はいはい、ナバリでもう一つやってたんですよ、はいはいはい、近くで、はい、昔、まあ、コミック風にやってるんや。もう一つはそのパッケージ、ファミコンショップっていう、はいはいはい、ちっちゃいお店もしてた、はい、あ、ファミコンショップもあったんや。ありました、ありました。すごいですね。そこは中古もやってたんですよ。でも、持って帰ったのかにはもう中古ほとんどないですね。およよんボンボン。たまにちょっと出てるような感じ、はい、シリーズがあったんかもしれないですね。すごい、筋肉マン気になりますね。あ、これどんなゲームなんやろと思って炸裂マッスルパワー、多い争奪戦ですね。もう後半ですよね。結構値段もね、手頃じゃないですか。この辺4980円だったら手頃ですよね。この辺はね、ご紹介したら売れる可能性ありますね、はい、やっぱこれイーグルサムしよう。イーグルサムいかんと。これあーイーグルサムですか。もうこの辺はあれですよね、スペースさんの専門分野ですよね。スペースの子言うんや、サクじゃないんや。そんな言い方だったら初めて。自分は愛知県行って、岐阜県行って、
昨日、三重県など四日市とか桑名とかの辺にいて、あそこなんかできたって言ってますよね。ちょっと ATM 走らないかもしれません。なんかお客さん前に来られた方、名古屋の方から来られた方、はい、あっち回って、あ、さっきこっち来て、はい、あっち回って帰るなって言ってたから、何やってるの？一応、その、もうやっぱりこういうお店ってすごい少なくて、ブックオフさんとかが、あの、買い取りとかして、はいはい、そっちを 見てくるのに、もう、おもちゃ屋さん自体がすごい珍しく、おもちゃ屋さんはないですよ、珍しくなってて、あの、登山なり廃業なり、みんなもう、そんな年ですもん、そんな残ってませんでした。もう大体お話されるともうちょっと後継ぎがいないんで、もちろんもちろんここもそうですよそうですよ、どうやってこう店畳むかって今考えてるって、なんかお話した、そうなんです、本当の転売だけの目的の方は、はいはい、いわゆる自分に利益が入らへんかったら買えないですよねそういうことですわ、なんですけど、いやいや、それだけじゃなくて、はい、お店でね、はい、5時間、6時間いてくれるんですよ邪魔やね邪魔や、1個ずつ結局その調べるんですよ、ああそういう体力はあるんですねだからその1人、まあそれでうまくもちろんいけますよね、はい、その売れるものももちろんあるから、はい、転売してお金儲けできたとなると、はい、お友達連れてきてくれるんですよ、はい、でまたお友達の方とかね、はい、そうしたら座り込んで、はい、1個ずつ座り込むんや、いやいや、もうそれがね、ちょっと困るので、はい、もう4時間、5時間ね、それを1個1個もうそんな1個ずつですもん、だってその自分のある程度その趣味なりなんなりで、はい、目利きがないから、はい、うん、そうなる、判断ができないから一時調べることですよ、そうなんですよ、だからもうそれはねちょっとごめんなさいねとですいやいや、ですもんで、うちはもう、もともとスマホ OK なんですよ、はい、全部写真撮って帰って調べてきてちょうだいねと、ああもう一旦帰れやと帰れる、失礼します、はい、調べてから来てくださいねと、はい、はい、その写真撮ったり、うん、ダメですよっていう、はい、もともとそうじゃないですもんね、本当でないとちょっとねまああんまり縛り しすぎたらまた筋肉じゃ筋肉になりますもんね、携帯するのは無理ですけど、5時間も5時間もちょっとねお店でね邪魔すぎますよね。ジューベックスとあれやん。
忍者流剣だ。これやばいですね。俺全然ポケモンやらへんからわかんないですけど。そう出てこないでしょ。本当に出てこないんですよ。それっぽいのは全然違うでしょ。あ、画像検索でも無理ですか。あ、無理です。無理なんですよ。無理でやったんですか。これって何年に出たやつですか。一番最初じゃない。僕どっかに書いてません。全然詳しくないからわかんないですけど、ちょっと待ってください。ポケモンカードネオやから、ネオやから一番初期だと思います。え、初期すごいですね。だからそういう、なんていうの、かさの低いものっていうのは、はい、あらっていう感じなんですよ、うん、ずっと並べてあったんじゃなくて、はい、うん、動画で、動画からの、そう、そうですね、同じジャンルのやつを撮影してっていう流れからのお知り合いなんです。はいはい、ジョイボールありますよ。あの、懐かしいでしょ、これ。このコントローラー買う人おるんやって言ったらこれだけど、どうやってやるんかなと思って。やりにくないのかな。今度アイスが出た時に、はい、ジョイボーラーが当たるとか、全国で、このジョイスティックも買ったよね。なんかこれ、このジョイスティック、高橋名人がやってたようなイメージ。こうやってダーンって、そうそうそう。前に来てくれた時、懐かしいな。なんかの、ほら、製品買って、なんでしたっけ、ね、作ってらっしゃる。はいはい。だから、輸入も、輸入はしてない。あ、輸入はしてない。僕の輸入は僕の輸入。これね、たぶん確か、あの袋なんか、うん、あるはずなんですけど、 なかったんですよ。そのままポロッと入ってたから。いいなぁ、堀口元気って書いてある、うん、ね、足に書いてますでしょ。タイトルってこれ、頑張れ元気、頑張れ元気、まだそういう方にね、書いてくれてあるって分かるじゃない。調べられますもんね。そう作者は多分小山優。そうです、そうです、ね、でもあんな本当にわからない、なんかと一緒になって使えるもんだと思うんですけど、はいはい、あれゲームの中の本体の中の一つのパーツみたいな感じがするんですけど、でもなんか部品として売ってたん違うんかね、これに、このゲームに使えますよっていう感じの、うん、そういうもんだと思うんですよ。何かそうなんですね、うん、
何これインディージョーンズ。そこそインディージョーンズのカードゲーム。もっともですけど、もうめちゃくちゃ暑いじゃないですか。誰か来てくれたら、誰か知ってないかなと思っていつも聞くだけで、いやいや、いくらぐらいのもんなのかなと思って、調べるのにっていうだけで、でも出てこないということは売れてないっていうことやから、ね、そんなに価値のないものやなと思って、だから誰か見てほしいなと思わないでしょ、うん、だからそのネットでも出てこないということは返すことないっていうことじゃないですか、うん、で、あの普通に開けてます、普通にね、あ、はい、だから CM はあ、そうなんですか、スタッフさんって方は、はい、あの何を元にもうこればっかりいろんなことやってます。自分が気になるものはすべて。こういうお店もやったり、レトロゲームやったり、あの古いおもちゃでも新しいあのソフビとかのやつもやったり、いろいろ。はい。でそのまあでもそのお好きな方は皆さん自分と集めながらその転売もしながら。っていうのが多いじゃないですか、はい、僕はそういう売り買いはしてないですけど、 あくまで自分の、 あの手の届く範囲でしか買えないから、売らないからあのバンバン買えないんですよ。あ、そういうこと、はい、売ったらまた次買えるけどね、そう、はいはい、だからプラスがないから出ていくばっかりなんですよ、はい、あの同じ場所でもね、やればそういうのが出てくるわけですよ、ポスターも載せておいてポスター、あのポスター好きな方もあのちょっと出してきてあるんですよ。でもまだちょっとポスターなんかありそうな感じやったんですけど、ものによるんじゃない、昔のやつの方がいいと思うんですけど、そんなに昔のってないですよね、さすがにそのファミコン時代とか、いや何あるかわからないわからないポスターなんか丸まってるじゃないですか、あ、そっか、開けないわからんですよね、まあ、だからなんか古いなんかも裏後ろの方になんかありましたよ、あ、そう、うん、あるお客さんもね、ポスターないですかって言ったら結構あったので、はい、この立花さんってあれなんですか、はい、同じ YouTube だけで、いや、YouTube はもう本当に趣味の一種だけ、ファミコンは別のお仕事やってらして、 あの方と同じし、これちょっと気になった。なんかでもね、あんまり良くなかったと思うんだよ。いや、これいいじゃないですか。これいいんじゃないですか、一番。でもなんかね、あんまり良くないように思う。タコも破れてるし。フルマークのやつだよ。ねえ。ないです。ないですね。うん。まあ言うのは正すもんね。そうですそうですそうです。わかりますよ。皆さん、皆さんそう思って言ってくださるんやから、別にわかりますよ。そこまで僕も工事してないので。やるかどうかは別やけど、言うのは正すもんね。同じすぎっすよ。
めっちゃいいの。ここね、お店50年なんです。そこの、街中のもうちょっと狭いところでやってたんですよ。そこの在庫は。だってここへ来てからもうこんなんないですもん。前来た時なんかそこの山に集中して磨いたら。いやいや、並べてなかったです。並べてなかったです。最近出てきたもんね。そこは並べてなかったですか、この前来てくれて。いや、これ並んでたところは、あんな温泉か。してくれました。はい、今はね、前なかったでしょ。ですよ、そうなんですよ。だから、わかりますよ、わかりますよ。この辺がノストライク系なんですよ。まあ、レトロでしょ。だからもうね、バラだっけ、え、使ってるんですよ。使ってるんですよ。一番上動くんですよ。これバーチャルボーイってこれあのカセットセットですか？もうそれセットです。買いましょう。いやもうなんていうの、そんなソフトだけ置いといても確かにそうですね、需要ないじゃないですか。なかなかもう一緒に出してくれるのはちょっと困りますもんね、残ったら。もうこの子を知ってるからセット売りがいいっすね。これはすごい。セット売り、いやもともと出した時にも、はい、なんかもうパックなあのこんな感じじゃないけど、はい、パックにしてあったから、ああ、うん、もうそうでないとソフト残るじゃないですか、はい、こんなソフトだけで売れないじゃないですか、はい、だからあの古い内蔵型テレビ、はいはい、ありました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 、うんうん、あんなもん、ああいうの持ってる人ってお金持ちのイメージやったんであ、昔、はい、あとなんかファミリーベーシックとか、ベーシックとかありましたよね、あのロボットの、あれもお金持ちしか持っていないイメージだったんですよ。その子供の心に、自分が子供の時はでしょ、はい、そのお友達とか、あの僕のあのおじいちゃんとこの家が金持ちだったんで、うん、そこはもうファミコンのソフト何でも持っとったん でそれも置いてあって、わあやっぱ金持ちは持ってるんやな。そのおじいちゃんどうしたんですか、それ。その子はどうしたんかわかんないですね。そんなん置いとけば、ね、今はね、でもあの分かったと思いますけど、置いとくっていうのはその場所代結構かかりますもんね。そこですよね。それが嫌で、倉庫持ってらっしゃるんですもんね。借りてるわけじゃないですもん。だから固定資産税がかかる感じですもん。家賃とそれこそ何十年、30年、40年の家賃と、まあ、固定資産税と考えてくれる方はいいですけれども、そこはね、うん、家賃払ってたらそれはこれぐらいの値段になって、家賃払ったらそうですよね、乗せてくれるんですよね。そうです、そうです、本当にそうですよ。そんなあの倉庫なんか借りてこんな入れてるあのメリットないじゃないですか。大手量販店ぐらいしかできないですよ、多分。あれいいな、そんなに入れて大手量販店にしませんよ。あ、自分の敷地に入れるっていうことなんですか。あ、なるほど、なるほど。あ、でも今だとその文字ポートっていうのにワンパレットいくらとかっていうのにピッキングを込めてやってもらっちゃうので、多分そっちになってると思うんですよ。すごいでかい。違いますよね、うん、こんなんね、40年、30年、40年置いてて何になるのってその時思うじゃないですか。ゴミじゃないですか、その時は。なんか
あ、キャンディーキャンディーある。あ、ちょっと笑って。これめっちゃ綺麗ですね、やっぱり。あの新品ですよね、これも。新品、あの夏に出てきて。はい。夏に出てきてっておかしいですけど、夏に出てきて。あ、こんなもんあんねや。あ、これ夏に使うなんか子供のやつですよね。あの水着で。はい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 。ミスバッグ。セートしようか。まあ気になるものあったらお時間許せば。ごめん。申し訳ない。いいえ、何おっしゃいますやら。あの一生懸命あの大宮さんに。圧力かけないよ。皆さん見に来てくれる方いっぱいでもいらっしゃるんですか。ありがとうございます。リアルアクション。だからそのね、見るのも楽しいって方結構ね、あのいらっしゃいますからね。うん、別にそれはそんなにあの気にしていただかなくてもあの大丈夫ですので、もうそんなあの経験豊富ですので別に。まあこういうのも好きなんですけど、どっちか最近出てるすごいリアルに作り込まれてるフィギュアを集めてるような感じなんですよ、ね、それはいろいろみんな分野ありますやん、好きな、まあ、好きは好きなんですけど、でも結構、うん、その好きなって言ってもねレトロなんで、なかなかこう、うん、自分の集めてるね、うん、それはもちろんわかりますよ。だって皆さんもう、そのいうね、何十年前から、はい、もう皆さんそういう方はもうその分野、はい、専門ですから、とかこれから作られることがないんで、多分下がることはないんで、 でもその高いのを持っててもそれの価値が下がることもないのかな。まあちょっと上がりすぎちゃってるのはあるかもしれないですよね。ちょっとバブルが、はい、あの実体がない、うん、そうです、そうです、ポケモンカードとかも実体がなくて、そうです、そうです、富裕層がみんな投資してるんで、うん、それが一気に引いたりした時には、うん、ドーンってなると思うんですよね。地獄来ますよね、こればっかりは。それで投資、ポケモン投資してる人はちょっとねえ、はい、いかがだったでしょうか。なかなかレアというか、その未開封品のゲームの山すごかったですよね。あれはやばかった。もちろん俺らもあのなかなか、お値段の張ってるものもいっぱいありましたけど、やっぱりその新品ということでもう他にはないという形なので、いろいろ悩みました。で、まあ、さん、せっかくこちらに行ったので、何点か購入してみました。まず、最初に、こちら。反則用のこの、ドラゴンクエスト5。こちらのこの、下敷きっすよね。これを購入してみました。1992年9月の27日に販売し、発売してたんですね。もうこんな経ってんねんね。しかもこの値段見てよ。定価9600円、税別。
ファミコン高いのよね。でもこの作品もめちゃくちゃ良かったです。でまあ、さっさとどんな時かかってるのかって。ちょっと新品っていうのですごく悩んで、さっさとあんまりプレゼンを買えないのでちょっと悩んで購入したのがこちらです。ドクタースランプ。新井ちゃん、これ何かって言ったら、LSI ゲームって言ってんかな、液晶ゲームとなってます。もちろんこれも新品未開封です。ホヨヨンボンバー1シリーズ、何シリーズかこれ出てるものみたいなんですけど、その液晶のやつ、ちょっと新井ちゃんが好きなんで若干ここ破れてはいますけど、これでこうやって飾りたいなと思ってるので、これにしました。でもうこれでいいかなと思ったんですけど、ちょっとね気になったんですよね。で買ったのがこちらです。わかります、これ頑張れ元気の堀口元気、少年時代ですね。ちょっと欠品のやつなのでそこまでお高くはなかったんですけど、ちょっとレトロソフビー欲しくなったので、この元気のこの顔がめちゃめちゃ可愛くて買っちゃいました。で足の裏にこういった刻印が書いてますね。その半径ものはこういうふうに書かなきゃいけないみたいなんで、というわけで、今回こんな感じで行ってきて、あともう1店舗もあるので、よかったらチャンネル登録とかしてお待ちしていただけたら助かります。ちょっとワンフェスの方の準備とかでバタバタしててすぐに更新できないかもしれないですけど、今しばらくお待ちください。はい、それじゃあ、ありがとうございました。スペースさあ、またねー。顔っすね、なんかの怪人みたいな。そう、でもここなんかこうピュッと入れられるようにこう、お金じゃないけど薄いこう丸いなんか、はいはい、そんな感じですよね、入れられるような感じだ、裏側に。ここ入れるんやったらここは何なんですかね。あ、そうや。なんか丸いからちょうどお金みたいな感じのサイズの額入りそうな感じですよね。あ、でもこれとここのサイズが違いますね。そう、あ、一緒か。あ、大して変わらんか。あれやからこっちのそのデザインの感じ、はいはい、あ、ここもありますね。ここまじゃない、なんか音しますね、こう、はい、ゼンマイ系の、はい、ありがとうございます。あれ終わったんじゃないのっていうふうに思ったあなた、正解です。で終わったんですよ、終わったんですよ。で帰って、あれ手に入れとくべきかなと思ってずっと悩んだんですよ。ずっと悩んで翌週車さん行ってきたんですよ。その様子はこちらになります。そう、行ってきて買ったんが
こちらです。データック、データックのドラゴンボール Z バージョン、こちらの未開封品ですね。未開封っていう言い方じゃないね、あの新品未使用品ですね。こういったもので昔売ってて、こういった仕様となってます。バーコードリーダーになってて、カードを通してらそのキャラクターの強さのが設定されて遊べるみたいな、そんなゲームですね。なのでバーコードのやつだから、あのこのバーコードを切られてるものとかもあったみたいですね、その中古として。なのでこの完品っていうのはあんまりないやろなっていうのと、このデータック自体のその販売本数もそんなにないので、と言ってもこのドラゴンボールに関してはちょっとウィキペディア調べなんですけど、これが最初やったかな、31万本か。でもまあ子供のあのおもちゃなので、こういったカードの欠品とか曲がってるとかそういったものが多くあるので、この完品としてはもう今回買わなかったらなかなか手に入んなかなっていうので、さっき買ってみました。まあこのデータックで遊ぶかどうかっていうとちょっとわかんないですけど、ちょっと記念に買ってみました。データック自体はそんなに売れてないので、後期のものになるともう数十万とかするものもあるので、これはまあなかなかちょっとこの値段やったら買っててもよかったかなと思って買ってみました。というわけで、この面白いお店紹介していただいた大阪サバイバルさん、ありがとうございます。次のお店の動画もあの楽しい感じになってますので、よかったら、次の配信までお待ちしていただけたら嬉しいです。それじゃあ、ありがとうございました。スペーサー。激闘天下一武道会。またねー。